こんにちは、アミチクラボのゆみです。今日は、ゲージの取り方について、まとめてみようと思います。よく私の動画の中でも出てくるんですけど、ゲージを合わせてくださいとか、ゲージの合う針を使ってくださいとか、そういうキーワードを耳にすることはあっても、なんだかよくわからないっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。で、ゲージを確認することが、ウェアを作りたいサイズに作るために、重要なプロセスなので、改めて、ゲージの取り方についてまとめてみようと思います。まずゲージっていうのは、帯にも書いてあるの見たことあると思うんですけど、例えばこの浜中さんメンズクラブマスターっていう人だったら、標準ゲージが14から15目の18から19段と書いてあります。これは、10センチ四方の中に、だいたいメリヤス編みで14から15目、18から19段入る、そういう編み地ができる糸ですよっていう表示になります。で、参考使用針というところに棒針10から12号と書いてあるので、この針でこのぐらいの太さの針で編むとこのぐらいのゲージになる太さの糸ですっていう記載という意味になっています。で、ここに書いてあるからこれでいいじゃんって思うんですけど、実際は同じ針を使って同じ糸を編んでも編む人によって、かなりゲージが変わってきます。この編み地を出すのに手が緩い方だと15ぐらいの針でもちょうどいいかもしれないし、手が硬い方、きつめに編む癖がある方だと12号を使ってちょうどよかったりっていうことがあります。なので、ウェアなどを編み始める前に一旦、試し編みをして自分がどの針を使ってこの糸を編めばいいかっていうのを確認しておくっていう作業が必要になります。では今回はこのメンズクラブマスターを使って実際にメリヤス編みのゲージを取ってみたいと思います。で、ゲージを取るためにはこの10センチの中に何目何段あるかを確認したいんですが、10センチぴったりの編み地を作ってしまっても上手に目数を数えることができないので、だいたい15センチから20センチぐらいの、四角い編み地を作ります。で、使う棒針は、自分が手がきつめ固めだなって思う方はこの大きい一番上の方を参考にして、で、自分は手が緩めだなって思う方は、小さい方を参考にして針を選ぶといいと思います。私は結構手が硬いので今回は12号を使おうと思います。かなり詳しく書いてある本じゃないと載っていないポイントかなと思うんですけど、輪編みと平編みで結構ゲージが違うことがあります。これは表編みを編む、表編みと裏編みで手のこの硬さが違うことが原因なんですけど、もちろんぴったり上手に全く同じに編める技術があれば一番なんですけど、なかなか最初の頃そうはいかないことも多かったので、今もぴったり全く同じにはやっぱり編めなくって、もしですね、輪編みを多用する作品のゲージを取りたい場合は輪編みで、ゲージを取った方がいいです。で、平編み、主に平編みでできている作品の場合は、平編みでゲージを取った方がいいです。2パターンで両方ともちょっとゲージ取ってみようと思います。で、作り目の数なんですけど、針はその自分の手の硬さでどっちに何のサイズを使うかっていうのを選んだと思うんですけど、次作り目の数ですね、14から15目で10センチになるはずなので、編み地はこれの 1.5 倍から2倍ぐらいの目数で始めるといいと思います。 1.5 倍だと、22.5 目、2倍で30目、間取って25目ぐらいにしましょうか。そうですね、じ
ゃあ25目作ろうと思います。で糸端から作りたい、編み地の幅の3倍ぐらい必要になるので、まあ、60センチぐらい出しておけばいいのかな。それぐらいのところから編み始めます。糸玉側を人差し指、糸端側を親指にこのようにかけて棒針を上から当ててくるりと回します。そして指でかける作り目をしていきます。25目作り目しました。作り目をするときもあんまりこの目がぎゅうぎゅうに詰まった状態で作ると、編み始め側がキュッと縮まったゲージにスワッチになってしまうので、そうならないように適度に、目と目の間を開けた状態で作り目するといいと思います。そしたらここからメリヤス編みを編んでいきます。往復編みの場合は今の作り目した段を表から編む段と考えて編み地を返して次の段は裏編みをします。1段裏編みを編みました。そしたらまた編み地を表に返して今度は表編み、これを、繰り返して正方形ぐらいの編み地になるまで続けます。正方形になるぐらいまで編めました。そしたら、ここで糸をカットします。この長さの倍ぐらいのところでカットしておくといいと思います。とじ針に糸端を通して、でこの残った目に糸を通しておきます。伏せ止めとか、する方法もあると思うんですけど、伏せ止めをするとどうしても編み地の端が少し引っ張られるというか力がかかってしまって正確なゲージが測りにくいということで、この糸を通すだけの方がゲージが、正しく取れるそうです。すべての目に糸を通したらこんな感じで、これで編み上がりです。では次に輪編みのゲージを取ってみようと思います。作る目数は同じ25目でいきますね。はい、作り目をしたら、編み地を返さずに編んでいきます。両針か、輪針なら作れますので試してみてください。このできた目を針の反対側に持ってきます。そしてここから糸を、この反対側についてる糸をこっちに持ってきてこのまま編んでいきます。でこの裏で渡ってる糸の長さはあまり細かく気にしなくて大丈夫です。ただあんまりきついと編みづらくなるので、この針にかかった編み地ぐらいはちゃんと引っ張り出しておいておくといいと思います。あとあんまりきつくなってると編み地もなんか普段よりもきつくなってしまうこともあるので、そうならないようにある程度余裕を持っておくといいと思います。でまた1段編み切ったら編み地を反対側まで持ってくる。そして糸を少し余裕を持ってこちらに持ってきて、でまた右の端から表編みをしていくという感じですね。これを繰り返してまた正方形ぐらいの大きさになるまで続けます。はい、だいたいこ
この平編みで編んだものと同じぐらいの長さになるまで編みました。編み地の裏側はこんな感じで糸がつながっています。そしたら平編みの時と同じように糸を切って、最後の目に最後に残った目にとじ針で糸を通しておきます。そしてこの裏側、このままだとちょっと丸まってしまって測りづらいので、この裏に渡った糸を切ります。なるべく真ん中のあたりで、足がちょっと緩んでいることが多いので少し引き締めるといいと思います。でこの後水通しをするときにやっぱりちょっと緩んできてしまうのが気になると思うので、この場合は、2本ずつ結んでおくといいと思います。この端っこに残った糸端を2本ずつ結んでおくと緩むことがないので安心です。ちょっとひと手間ですね。でもほどけてしまうともっとめんどくさいので、こうやってやっておくといいと思います。輪で編んだ方はカットしたこの端の目をすべて結んで、で、その状態で水通しをしました。水通しと一言で言っても、どういう風にやるのかなと思う方もいると思うので、私がゲージを取るときにやっている方法を紹介したいと思います。私の場合はこの、試し編みをした段階で、その糸に合った、洗濯の方法、例えばウールだったら、ウール 100% で手洗いしてくださいって書いてある糸だったら、手洗いをします。洗剤も使って、実際に編んだものを着た後に洗濯する方法で洗濯します。そして、その編んだものを想定される干し方で干します。例えばセーターとか編んだ時にハンガーにかけて干すと形が崩れちゃうので、基本的には平干しをすると思うんですけど、このスワッチ、試し編みした時もそれと同じように洗って干します。スチームを当てて形を整えるだけで測ったゲージで編んだら、実際洗濯した時にそれよりもうちょっと縮んじゃったことがあったので、それがちょっと苦い経験となって、以来編み上がったものを、実際に使う想定をして、洗って干したこの編み地でゲージを取るようにしています。で、あとはこの編み地を物差しとか定規とか使って、この10センチの中に何目あるかなって数えていきます。編み地、メリヤス編みの編み地の一目はこの V の形をしているところなので、この V がいくつあるかを数えます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.5 くらいですかね。帯に書いてある目は14から15目っていうことなので、だいたい OK ですね。で、段の方は、1,2,3,4,5,6,7,6,7,8,19.5 ぐらいかな。18から19段なので、ちょっと、詰まってる感じでしょうか。あ、でもだいたい想定されたゲージになってるっていうことが確認できました。で、このゲージを測る場所なんですけど、あんまり端っこの方とかではなくて、真ん中ら辺というか、編み地のこの編み始めとか編み終わりとかに影響しない範囲
で、あとあんまり端っことかじゃないところで3つぐらい測って、で、平均値を取っていくといいと思います。で、このゲージを数えるときには、結構便利なアイテムがいろいろ出ているので、そういうものを使ってもいいと思います。で、輪編みで編んだ方と編み地は違っているのかも気になるところですよね。11、12、13、14。輪編みで編んだ方は14目19段になったので、私は往復で編むよりも輪編みで編む方が緩くなりました。往復で編んだ方が目が詰まっているってことですね。同じ人間が同じ糸と同じ針を使って、編んでも輪編みと往復編みでこれぐらい違ったので、往復編みメインのウェアを作るのか、輪編みメインのウェアを作るのかで、ゲージの取り方は変えた方が間違いないと思います。そして、編んだこの編み地がですね、想定していたゲージと比較してみてほぼ同じになったら、そのまま編み始めて大丈夫です。で、もし自分のゲージが、編もうと思っている作品と違う場合は、調節をしなければする必要があります。で、目数と段数が多かった場合っていうのは、想定しているよりも編み地がギュッときつく、なんていうんですかね、縮まってる、詰まってる状態なので、もう少しゆったり編むか、針を1号から2号ぐらい太くして編んでみるっていうのがいいと思います。で、逆に目数と段数が想定してたよりも少ない場合は、編み目が大きい、緩いっていうことなので、針を 1,2 号細くしてみるとか、もうちょっと糸を引き締めながらきつめに編むっていうのが必要になります。一応ですね、針を1号を上げたり下げたりすると編み地のきつさが 5% ぐらい変わると言われているので、そんなに精密にもちろん変わるわけではないんですけど、そのあたりを参考にして、針を変えてみるといいと思います。普段から私、こういう輪針セットを使ってるんですけど、まあ、輪針っていうのは輪編みもできるし、往復編みもできるっていうところと、あとこのコードを付け替えることができるようになってるので、それで、この1セットあれば大体どんな編み地でも編むことができるっていうのが、大きなポイントです。で、実際このゲージを編んでみて調節する必要がある場合に、こうやって、細かく針が 何種類も入っていることで、ちょっと緩かったからもう一つ小さい針で編んでみようとか、その逆とか、そういう調節ができるようになります。買ってきた単品の針で完成させるためには、もし緩かったりきつかったりした場合に、手の加減で調節する必要があるので、それってすごく難しいと思うんですよね。なかなか自分の思った通りの編み地にするのってそう簡単に調節できるものではないと思うので、こういう、セットの針があるととっても、調節がしやすいと思います。ちょっと一手間かかりますが、こんな感じで編み始める前にきちんとゲージを取って、で、編みながらも、この時々このゲージを見ながら、編み地の大きさが大きく変わってないかチェックしながら編んでいくと、作りたいサイズぴったりの、ウェアができるんじゃないかなと思います。ちょっとね、めんどくさがってついつい省略したくなる気持ちもすごくわかるんですけど、実際、何枚かウェアを編んでみると結局サイズがぴったりじゃないと、せっかく作ったのに残念な気持ちになっちゃうっていう経験をすることがあると思うので、この一手間を、惜しまずにやることが満足度の高いウェアを編むための第一歩なのかなと思っています。なので、ちょっと今までゲージは取らなかった、やったことないっていう方もぜひ試してみてください。というわけで今日は、ゲージの取り方についてまとめてみました。何か参考になれば嬉しいです。ご質問や、感想などコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。このチャンネルでは編み物に関する糸や針のレビューや
編み物のオリジナル作品の作り方の紹介、編み物に関するちょっとしたコツなんかを、動画で配信しています。動画がいいなと思ったらぜひ、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。